言いたいことがあるなら終わってから聞いてやる。始めるぞ。いろは坂の下りはまるでジムカーナのコースに急勾配をつけたようなもんだからな。どんな奴が来てもここでは強一にかなわない。ジムカーナで鍛えたテクニックを持つ強一は低速コーナーの鉄人なんだ。少しは速くなっているな。ターボとは違うメカチューン独特の加速の伸びだ。だがいくらチューニングしたところで所詮は86、こっちは350馬力だ。高回転型のエンジンだな。小賢しい。その程度の細工で俺のミスファイアリングシステムに対抗できると思っているのか。車が来ようと俺はここでは負けられない。赤城で凌介がそうであるように、ここでは俺がエンペラーだ。狙った獲物は逃さねえ。ぴったり食いついてくる。ともかく行けるだけ行くしかない。もうすぐこの勾配も終わる。86もそこで失速だ。俺のカウンターアタックからは絶対に逃げられない。このコース最大の落とし穴は、嫌というほど続く超低速セクションに慣れきった感覚がすぐには高速サイドに対応できないことなんだ。熟練した走り屋ほどこのトラップにはまる。それはテクニックとは別な人間の本能的な感覚だからだ。高速サイドへ一発で切り替えられるやつはいない。たった一人の例外を除いては、赤城の白い彗星高橋涼介、あいつだけは。一つ目の橋、急勾配セクションはこれで終わる。ここからは本物のパワーが必要なんだ。見せてやるぜ、須藤恭一流勝利の方程式を。橋の上からカタパルトのように打ち出される高速コーナーの右、低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。視覚的な錯覚で道路が狭まり、外へは寄せきれない。鼻面さえちょいとねじ込んでしまえば、この勝負もらった。三つ目の橋、橋の上でインとアウトが入れ替わる。俺にとってはいつも通りのフィニッシュだ。並んだ時点で何もかも終わっている。見えた。行くか。行け。さすがにバカが CT か。オーバーストリートだ。曲がれ、これ曲がる。曲がっ
ってくれ、俺の発力。